25度のところが多いでしょう。日中は内陸部で35度前後のところが多く、東京も34度の予想です。東北と北海道、晴れるところが多いですが、東北は局地的に激しい雨が降るでしょう。北海道は濃い霧が発生するところがありそうです。気温です。朝は20度から24度のところが多いでしょう。日中は福島や山形で34度の予想です。週間予報、名古屋から那覇です。那覇は雨が続くでしょう。鹿児島や高知も雲が多くなりそうです。札幌から東京です。金曜日は雲が広がりやすく、雷雨のところが多くなりそうです。来週火曜日は太平洋側で広く雨でしょう。気象情報でした。こんばんは、スポーツコーナーです。さあ、東京オリンピックは今日から開会式に先立って競技が始まりました。サッカー女子の日本代表なでしこジャパンは予選リーグの初戦でカナダと対戦しました。悲願の金メダルを目指す日本の初戦、